今治城の魅力を発見する教室が18日行われ、市民など48人が城の石垣と堀の間の通路上の空き地、犬走りなどを散策し、希少な動植物が生息する豊かな自然などを学びました。今治の町を学ぶ市民グループ欅塾が開催しました。今治城の泉隆明学芸員が講師を務め、石垣を囲む犬走りは築城前に砂浜だった脆弱な地盤を補強するために作られ、外敵が侵入しにくく貴重な自然環境が残っていますと解説しました。参加者は普段は入れない犬走りで希少な爪レンゲや姫浦城などを観察しました。こちらも赤手ガニも石垣の間に何匹もいて、熱心にカメラで撮影していました。内堀では数日前からたびたび目撃されている鋭が悠々と泳ぐ姿も観察できました。犬走りは見る機会がもうなかったので、とても良かったです。はい、興味があったのになかなか行けない場所ですよね。